A ボトルオブシュプリットジベニア、ジバニアとは、地中海のキプロス島で伝統的に生産されてきた、主にブドウを原料とする上流種、すなわちブランデーの一種である。ただし、同じくブドウを主な原料とするものの、根性種として作られるジバニアも存在する。また、基本的には、ホワイトスピリッツだが、長期貯蔵を行うなどして、夕食となったジバニアも存在する。ジバニアは、 病気の房などを取り除く、栓果作業を経た、熟したブドウの果実の実から作られる。このブドウは、キプロス島で栽培されているブドウである。このブドウを醸造して作った辛口のワインと、ワイン生産の際などに発生する、ポマース島を混合して、専用の蒸留機で蒸留することによってジバニアは、製造される。その後は、基本的に熟成などを行わない。 いわゆるホワイトスピリッツとして仕上げられる。このため、基本的に糖分などは製品に含まれない。ただし、ジバニアの製法は他にも存在する。まず、ポマースを使用せずに、地元産のワインを蒸留して作った、いわゆる通常のグレープブランデーの原種と同等のジバニアも存在する。したがって、こちらもホワイトスピリッツで、糖分などは製品に含まれない。そしてもう一つが、 蒸気いずれかの製法で作られた蒸留酒のジバニアにポマースを漬け込んで、さらにそれを水で希釈して作る根性酒のジバニアである。こちらは他のタイプのジバニアとは性質を意味する。ただ、いずれの製法のジバニアもレーズンのような香りを持つという特徴が存在する。また、だいたいアルコール度数は45%程度で製品化される。 そして蒸発などが起こらないように密封されて出荷される。以上のような比較的短期間で作られる。ジバニア以外に長期貯蔵を行った特別なジバニアも存在する。また、キプロス島のいくつかの村ではジバニアにシナモンを漬け込んで仕上げられた赤色を呈した根性種も作られてきた。ジバニアは遅くとも1879年にはキプロス島で作られていたことを示す文献が 残っている。そして1989年からは EU によってキプロス島で作られた蒸気の製法のグレープブランデー以外はジバニアを名乗ってはならないと規定されている。キプロス島でジバニアは酒の一つとして楽しまれてきたのは言わずもがなである。なお、ジバニアを飲む際、いわゆるつまみ物として乾燥させたナッツ類や地元の料理を用意する場合もある。また、 近年では、ジバニアを冷凍庫で冷やしてから飲むといった楽しみ方も、される。このように酒として楽しむ以外に、次のような目的でもジバニアは利用されてきた。一つは、傷口の治療、身体の痛い場所をマッサージする時に塗る、風邪薬、止痛の治療といった治療を目的とした利用がなされてきた。もう一つは、特に山間部の村々において、 冬に体を温めるための飲み物としての利用もなされてきた。この他、長期貯蔵されたジバニアは高級品として扱われてきた。この特別なジバニアは何かの行事の時に飲まれてきたり、客人をもてなす時に出されたりしてきた。また、記述の通り、いくつかの村ではジバニアをベースとした根性酒も作られてきた。この根性酒はジバニアにシナモンを漬け込んで作られており、 つけ込まれたシナモンの影響で、酒は赤色を提しまたシナモンの香りも加わる。ただし、出荷するまで、腐食しないようにメッキ処理を行った、金属製のタンクに貯蔵する場合もあるものの、新品の木製の容器に貯蔵する場合もあるため、木製の容器を使った場合、色がつく可能性もある。なお、いずれの貯蔵容器も蒸発が起こらないように密封されている。ここで言う、 通常のグレープブランデーの原種というのは、ブドウから作った醸造種、すなわち一般的なワインを蒸留しただけの無色透明な蒸留種のこと。一般的なブランデーは、この原種を木製の樽で熟成させる。この損熟成を終えた後のブレンドを行う前の、いわゆる琥珀色の原種という意味ではない。あくまで蒸留期から得られたままの無色透明な原種である。 ジバニアをベースとした根性種と表記してある点に注意。EU 圏においてリキュールを名乗るためには一定以上の濃度の糖分が含まれている必要がある。ブランデーの分類の一つの方法としてグレープブランデーとフルーツブランデーとに分類することがある。ブドウもフルーツの一種なのだが、ブドウを原料としたブランデーだけはグレープブランデーと呼ばれて区別される。また、単に ブランデーといった場合も通常はこのグレープブランデーを指すのだが原料をはっきりさせるためにあえてグレープブランデーと表記してある。ちなみにもう一方のフルーツブランデーというのはブドウ以外の果物、例えばリンゴ、梨、スモモなどで作られるブランデーすべてを含む。ただしブランデーとつく酒の中にはリキュールに分類される酒もあってそれはフルーツブランデーに含まれないので 混同しないよう注意されたい。このグレープブランデーとフルーツブランデーという分類は、あくまで上流種のブランデーの分類であって、リキュールの分類ではない。サミュエル・ W ・ベーカー、キプロス、アズ、ア I イ,イットイン千八 1879P120 プロジェクトグーテンベルグ、ISBN1 から846379121、ザ・ネーム、グレープマークは、グレープ、 マークスピリットメイビーリプラストバイザデシグネションジイニアソルリーフォーザスピリットドリンクプロデューストインキプロスありがとうございます